本日の日経平均はマイナス8ポイントでした。新規ローのような上げ相場は続いていくわけですが、私の総資産も900万円を突破して過去最高資産まであと2万円となっております。今日は5万円くらい増えとりました。もうずっと上がってくれたら働かなくて済むので、そうなってほしいですね。てんてけてん。最近の私は何かに見つかれたかのように飯を食べます。昨日も夜に王将でしっかり食べた帰り道のマクドナルドでセットを買って食べて、家に帰ったら改めて晩飯を食べるみたいな感じで、明らかにおかしな食生活です。1日の食費は5000円以上してます。自分でも不思議なんですが、どれだけ食べても満腹になりません。食べた後に腹減ったと思います。と言っても私はデブではありません。あんなに食べたものがどこに行ってるのか、ほんと不思議です。私は自分の体は借り物だと思っとるので、今後は野菜など取ったり食べ過ぎないようにして大事に使っていこうと思います。てんてけてん。相場の話ですが、不穏な感じで米国の金利が上がっとります。日本の新総裁は金利を上げないと考えられてるので、また円安になっとります。あっち行ったりこっち行ったりと忙しい相場です。一応円安は株高要因になったりもするわけです。まあ深く考えずに積み立てしてたらいいと思います。てんてけてん。相場サイクル的にはいつパニック相場が来てもおかしくないシビアな局面です。政策金利の引き上げで韓国の不動産が暴落しています。日本は今年の4月に日銀総裁が変わります。大幅な金利上昇と不動産株安が懸念されています。米国では借金をしてまでの不動産投資は少ないですが、ほとんどが住宅ローンで家を買っているので、大暴落の引き金はすでに引かれています。そして〇〇ショック予想外の方向から突然来ます。ビックス指数が20を下回る状態は買い方にとって非常にデンジャーゾーンだと認識してください。逆にキャッシュポジションが多い人にとっては10年に一度の買い場が期待できる1年です。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん。皆さん今日もお疲れ様でした。投資家リバティです。まずこのチャンネルの趣旨を説明します。私を含めたみんなの資産を守り増やすことが目的です。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄を紹介します。てんてけてん。9064ヤマトホールディングス。ちょいちょい難品したと報告しとる銘柄です。今日はプラス 8.11% 上がってくれました。ここは業績は下方修正しとりますが、悪抜け感と届出運賃改定値上げが交換されて力強く反発しとるわけです。はっきり言って業績なんかどうでもよくて、下がったら買っとけばいいんだよと、そういうことです。買い推奨度は 60% です。4307野村総合研究所シンクタンクのトップです。コンサルやソリューションサービスを提供しとる会社です。要するに偉そうにああしろこうしろと提案してくれるんだよと、そういうことです。私はああしろこうしろと言われると途端にやる気をなくすタイプなので、こういう会社とはご縁がないわけですが、株に関して言えば超一級品です。下がってきたので買い増ししときました。買い推奨度は 70% です。2281プリマハム。難品投資家の私は陰ながらこの銘柄を追加投資しまくっておりました。最初に買ったのが3000円くらいだったのですが、難品し続けたおかげで今の株価で含み益になりました。自分でも思うのですが、私の難品術はちょっとしたもんです。一応いろいろ考えて売買のタイミングとか決めたりしとります。明日は少しだけ残してほとんど利確します。難品銘柄を利確するときは畑の作物を収穫するような達成感みたいなのがあったりもします。笑い。買い推奨度は 40% です。7011三菱重工業スペースジェット QMRJ という1兆円をかけた国産ジェットプロジェクトの開発中止を発表しております。株価はマイナス 2% と下がっとりますが、決算も減益とのことで、ここからチャートは崩れるのかもしれません。てか私は難品投資家なんで崩れてほしいです。たくさん買っておきたい銘柄です。買い推奨度は 60% です。
2413M3、 私のとっておきの秘密兵器銘柄です。買い増しするには非常にいい頃合いです。各地でホルダーたちの損切り報告がされており、私たちハイエナにとってはそれは嬉しい風のお便りなわけです。買い増しします。海水照度は 70% です。てんてけてん、私は100馬力投資で相場を生き抜いてきました。一括投資、全力投資、信用取引は推奨していません。分散投資、積み立て投資、ドルコスト平均法を推奨します。損切りはせずに難品しましょう。多くの人にとって人生が好転する1年かもしれません。期待して株を買いましょう。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。